新たに1名の新型コロナウイルスの感染者が確認されましたので、公表させていただきます。今回は新居浜市在住の方、ここに書いてありますと8例目ということになろうかと思います。まだ先ほど14時過ぎに検査結果が出たばかりですので、現在把握している内容は限定的ですが、まずは県民の皆さんに速やかにお伝えする必要があると判断して発表させていただきます。まず感染された方の、方に対しまして心からお見舞いを申し上げますとともに、しっかりと治療して一日も早い回復されることを祈り申し上げます。今申し上げました通り検査結果判明したのは本日の14時過ぎでございます。ご本人に連絡しまして今後の治療内容等を説明するとともに今後の保健所の調査にご協力をいただくこと、そしてまたプライバシーに配慮した上で感染の事実を公表することにも理解をいただきましたので公表を行わせていただきます。感染者の詳細な行動歴、濃厚接触者等については現在調査中でありますが、これはちょっと前回ともこれまでとはまた違ったケースでございます。まず感染者の概要でありますが、50代男性1名でございます。住所地は新居浜市で、職業は団体職員でございます。症状経過行動歴でございますが、現在把握できている内容は資料の通りであります。3月の30日、つい最近です、東京から新居浜市へ自家用車によって移動をされています。その後4月1日に発熱や倦怠感の症状が現れたため、帰国者接触者相談センターへ相談されました。その後帰国者接触者外来を受診して検体を採取、本日 PCR で検査で陽性が確認され、県内の感染症指定医療機関へすでに入院をしていただいています。詳しい行動歴は今後調査を行いますが、まさに数週間前から懸念していた勤務先の人事異動の関係で愛媛県へ赴任してきた方と聞いております。本人および勤務先等からの聞き取りを行いまして、濃厚接触者に努めますが、の濃厚接触者 の把握に努めますが、勤務先では転勤当初から、県もメッセージ出してましたので、感染リスクに備えていたとも聞いています。いずれにせよ今回の感染者から県内に拡大する懸念があるかどうか慎重に調査を行いたいと思います。本当に首都圏の拡大傾向を受けまして、転勤時期の人の移動非常に懸念を感じておりましたために、企業団体等々については、県がやっていること、東京から来たときは2週間自宅待機あるいはテレワーク、こうしたことを駆使して、要請を続けてまいりましたが、今回の感染者は愛媛県へ赴任後、すぐに症状が出たということ、それから感染、通常感染から発症までに一定の期間が経過することを踏まえますと、今回はやはり県内での市中感染ではなくて県外からもたらされた可能性が極めて高いものというふうに思います。本日も水際対策は極めて重要であり、もう本当に繰り返しになりますが、次の3点、感染が拡大している首都圏や関西圏等への出張や旅行はやむを得ない場合を除き、できる限り自粛をお願いしたいということ。やむを得ずこれらの地域を訪問する場合は、不特定多数の方との接触をできる限り控えるとともに、愛媛に戻った後は基本的な予防、感染予防や体調不良の場合の外出自粛を強くお願いしたいと思います。感染拡大地域に居住し、現時点ですでに愛媛に戻っている方も、もしかしたら感染しているかもしれない、これは本当に分かりませんから、その前提でそういう意識を持っていただき、2週間は不特定多数との接触を控え、
近い距離で、人と話すのを避けるなど感染予防のための意識を強く持っていただきたい、こういったことをお願いしてまいりました。またもう一つは県において首都圏や関西圏等の感染拡大地域から、人事異動で愛媛に赴任した職員、また新規採用職員で海外への渡航歴や感染拡大地域への訪問歴がある職員等は戻ってから2週間自宅待機テレワークを行う取り扱いを始めたということで、すでに2度にわたってお知らせし、こうした取り組みを民間にもお願いしてきたところでございます。企業や団体の方々には、今回本当にこういう形で確認取れましたので、この徹底を強く要請したいと思いますし、念のためもう一度本日中に各団体等々には文書を送らせていただきますので、ぜひ県の取り組みを参考にしていただきたいと思います。ただし感染者及び濃厚接触者を特定し、誹謗中傷を投げかける行動や海外渡航者首都圏等から転勤でいらした方、これから愛媛県民でございますので、そういった方々の気持ちも考えていただきまして、いたずらに非難する言動は絶対にしないでいただきたいということをくれぐれもお願い申し上げます。また外出を自粛しようと思ったり、症状があるのに周囲に言い出せない心情にさせてしまうとですね、かえって症状が重症化したり周りに感染を拡大させるリスクが高まることにもつながるということをお考えいただきたいと思います。またその影響で今後新たな感染者が発生した際に、今まではすべての方が感染を止めようという気持ちを持って県の調査に全面的に協力をいただいてますけれども、空気が変わるとですね、そうした行動調査に応じていただけない方も出てくるかもしれません。そういう意味で温かい目で見つめて、我々が戦っているのは人ではないウイルスだという意識を全員お持ちいただきたいというふうに思います。また転勤してこられた方々や出張や旅行等をなされて愛媛に帰ってこられた方、これは本当に分かりませんから、もしかしたら感染しているかもしれないと考えて、感染を拡大させないための先ほど申し上げたような個人個人の生活の中での行動にくれぐれもご協力をいただきたいと思います。県民の皆さんが等しくこうした行動を取れば抑えられますので、ぜひご協力をいただきたいと思います。またマスコミの皆さんにも一生懸命情報発信はしているつもりなんですけれども、限界もありますので、ぜひ特に今まさに4月2日人事異動で移動してきた直後でございますので、この点についての周知をぜひ皆さんのお力貸していただけたらというふうに思います。また空港と JR 主要駅や港湾、ご案内の通り昨日または本日から感染症対策に係る県の取り組みをアナウンスしていただけることになりました。JR は特急の止まる駅、主要駅ということで、松山駅だけではなくて、そうしたところでもお願いしています。また、フェリー等の広域航路事業者には、船内でのアナウンスにご協力いただくこととなっています。次に、午前中に発表しました正木町の事例について、少し、情報が見えてきましたので、ご報告させていただきます。まずアメリカ在住の友人の方でございますが、本人の滞在先の確認ができました。管轄する保健所に、県の方から情報提供を速やかに行わせていただいております。また残る感染者と、会食した、友人8名の方については全員連絡が取れました。すべてその他の方は県内在住者でございまして、今後検査を実施する予定でございます。状況は日々変化していきます。数字にだけに目を向けるのではなくて、県の一つ一つの感染拡大を防止する取り組みを
受け止めていただきまして、何よりも正確、迅速な情報発信に努めていく、いきますので、ぜひ県民の皆さんにも正確な情報をもとにした冷静な行動をお願いしたいというふうに思います。午前中に引き続きまして、一番最新のつまびらかな情報は県のホームページに記者会見の模様を一字一句掲載しております。そしてメッセージの中では、状況の変化に応じてお願いしている要請事項を掲載していますので、まあ、これが一番、県の立場で言えば一番細かい情報でございますので、まあ、今回はしばらくの間はぜひ、参考にしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。それではただいまの発表事項に関して質問の者はお願いします。はい、アメリカ在住の方なんですけど、アメリカ在住の方なんですけど、はい、この方はまだ国内にいらっしゃるということですね。そうです。滞在先の自治体の方に連絡して、はい、はい、NHK です。この新居浜の団体なんですけども、はい、この自家用車には一人で乗っていたのかということと、31日はこれ外出を控えてたのかどうかとか、2人はいるのかな、ご夫婦で車で東京から愛媛に来られたということを聞いております。31日の行動はまだ詳細がつかめていません。はい、あと症状なんですけど、軽症とかこの辺は軽症です。はい、もともとこの新居浜の男性は、愛媛に戻ってきた後は自宅待機だとかそういう予定だったんですか？そこはまだ確認取れてない。取れてないですか？うん、取れてないですね。まあ、あくまでも県の取り組みを紹介して、同じようにぜひ参考にしていただきたいということをずっと言い続けてますけども、何せ強制力があるわけではないんで、それぞれの対応になっております。奥さんと、それから勤務先がどの程度かっていうのは確認を取っていきたいと思ってます。奥さんについては検査実施をする予定でしょうか？予定です。はい、新居浜の方はもともと東京在住とかですか？そうですね、はい、東京在住で3月30日に新居浜、まあ、移動されますけれども、転居というか転入してきたということで。そうですね、それは自家用車ですから、はい、まあ、大変長時間の自家用車で移動されています。足は運ばれてますけども、そのあたりが濃厚に綿密に接触しているかどうかというのは今調査をしているところでございます。この職場というのは不特定多数の方との接触はありそうなんですか？まあ、ただ転勤して初日というか前日のことですから、そんなにいろんなところに行ってるわけではなくて、また職場の方も待機命令2週間同じ県と同じように出していたかどうかは分かりませんけれども、かなり気をつけられているというふうには聞いています。ですから接触に関してもかなり職場の方でも気を配った対応されているんではないかと推測ですけども、されていますので、そのあたりも確認してみたいと思います。職場は新居浜、そこらあたりもまだ行動履歴は確認取れてませんけども、まあ、転勤してすぐ市役所行くかどうかっていうのはまたそれぞれだと思いますので、これはちょっと分かりませんね、まだこの段階では。実は今までですね、この退院については、居住地が分かっているということと、それから退院の発表を受けたら、まあ、誰だろうっていうふうなことにもつながりかねないというふうなことで、あえて控えてまいりました。できるだけ出すようにはしてるんですけど、この退院時期については控えてきましたけども、複数になりましたんで、
今日現在で、まだそれは今までの話です。従来のパネルは従来のものなんです。従来のものか。今後、うん、今ちょっとここにはないですけど、今後出していくことで検討します、はい。できるだけ早くそういった方向を出します。まあ、地域が複数になってますから。その他、よろしいでしょうか。一点だけ、アメリカ、先のケースです。はい、アメリカ在住の友人なんですが、その国籍がアメリカ人だったかどうかまでは分かってます。分からないですね、まだ。ね、まあ、常識で考えると、その可能性は高いんではないかなと。というのは、来日されて数ヶ月いるという日程で日本に来ている。その中の一環で愛媛に来られてますから。すみません、南海放送なんですけれども、まさきの件で、友人8人、は、今症状とかは出てはない。確認取れてます。まだ取れてないです。今ようやくご本人から連絡先がすべて分かったということで、これからコンタクトを手分けしてやっていくということになります。複数都市町にまたがっているんですか。そうですね。はい。では詳細はこの後の別件の方でお願いします。はい、どうもありがとうございます。